あっちを先に片付ける。オッケー。撃て撃て。出た。痛い。出たなー周りの。よし、止めるぞ。一気に、一気に行くぞ。一気に行くぞ。来たなぁ。オッケー。タイミングが重要だ、タイミングが。出た。オッケー。出た？出たな。OK。当たらねえ。向こう側に出られると当たんないな。お。いなくなった。手前。食らう。出た？出ない。こっちか。オッケー。まだ出ないね。出たか？出た。よっしゃ、オッケー。ダッチマンゴーを守れ。行きに行くよ。行くよ行くよ。来たね。いて。ちょっとだけ当たっちゃうな。あれ当たんないんだよな。向こうに出られると。オッケー。次手前か？後ろか？来た。いなくなった。次は手前だろう。お、出た。 あ、違う。どこだ。まだ出てない。やべ、奥か。右側に出てくると思ったんだが消えた。次左手前だろう。こっち側に出た。オッケー。一気に、お、倒した。オッケー。望むものを手に入れたか。君もなかなかの勝負師のようだ。だがその箱はこちらに渡してもらおう。はあ、急に出てきて何言ってんだ。お前に渡すわけないだろう。では紳士的にパーレイ。おっと、パーレイもなしだ。わかるだろう、今はそれどころじゃない。それに俺の欲しいものはもうここにあるからな。絶好調。よう、よう、ジャック・スパロー、迷子になったのか。教えてやろう。お前の持ち場は船底だ。お待たせ。形勢逆転だ。ザコが増えたところで同じこと。お、戦う？
いなくなった。どこだ？どこ行った？あ、どこ行った？そこにいたのか。違う。危ね。どこだ？どこにいる？あれ？こっちか。どこだ？え、全然見えねえ。声はこっちからしてる。あ、いた。いいよいいよ、追い込んでる。痛い。ほらほらほら、みんな畳みかけろ。いいよいいよ。お、消えた。いって、この野郎。ちょっと待て、待て。あ、回復してくれた、ありがとう。あっちにいる。ちょっと待て。落ちる。あはあ、うまく進めない。よっしゃ。ああ、いなくなった。オッケー、いて。いけ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 、畳みかけろ。いくぞ。おら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 。おら。痛えだろ、こら。よし、当たってるよ、当たってるよ。いいよ、いいよ。どこ行った？あっちか。いて。当たってるよ、当たってるよ。いいよ、いいよ。もうすぐ終わっちゃうよ。あ、いなくなった、もしかして。あららららら。あら。こいつを倒さなきゃいけないのか？もしかして。タコ足、こら。タコ足。やべ、いて。あ、捕まえた。やばい。やばい。タコ、こら。タコ、いて。すぐ捕まる。ダーゴコラ、やべ、あー出てくるね、危ねえ、危なかった、痛い、ありがとう、痛い、やばい、捕まった、こっちじゃない、オッケー、ドナルドを解放した、やばいやばい、あー捕まった、これあんま意味ないんでな、こういう場所だと、痛い、どうなってる、当たってる、一応当たってはいる、邪魔だ、どこに撃ってる、どこに撃ってる、足はどこだ、出てきた、どこ行った、倒せ倒せ、当たってる当たってる、いって、んちょっと待て、オッケー、畳みかけろ、いけ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 、消えた、いなくなった、いいよいいよ、お二人で、これいいよね、相手に攻撃する隙をなかなか与えない、よいしょ、いなくなった、オッケー、出てきた、
またあっち行っちゃう。どっちだ、こら。いた。暗い暗い。おまけだ。うら。あ、どうじゃ。いていて。あ、な、全然は食らってないの。くらえー。あー、いなくなった。あら、よいしょ。この隅っこに入られるの困るな。いて、いなくなった。またそれか。あー、またこれか。うわ、めんどくさいな。タコさんめんどくさい。オッケー。いて。あー、外にまだいるのか。こいつ下にいたのか。どりゃー。ちょっとタコ後回し。いて、回復。間違えた。あー、違う。ありがとう、ありがとう、ドナルド。困ってた、今ちょうど困ってたところだよ、ドナルド。ありがとう。ツインヨーヨー。いて、あー、こねろ。痛い。いいよ、畳みかけろ、どんどん。どこ行った？降りてくれ。ありがとう、ソラ。あー、出た。これこれ。いいよいいよ。食らってるね。あんなちっこいのに食らってるね。ツーリア、ツーリア、どこ行った？一気に行くぜ。オッケー。どこ行った？上か？違う、上じゃない。こっちにいる。あ、ここにいたか。危ねえ。アサルトクローだー。もう少し。オッケー、倒したー。もう諦めろ。スパロー、箱をよこせ。ザック、よそ者は引っ込んでろ。だろうが、手加減せんぞ。そのつもりで来たわよ。若造、忘れたのか。俺は心のないくだものだ。ん
ね。愛か愚かな気の迷いだ。そしてまたいとも簡単に引き裂かれる。そんなことない。まだ俺には愛がどんなものかよくわからないけど、心の強い結びつき、つながりだってことはわかる。心のつながりが簡単に引き裂かれたりするもんか。お前のようなガキに心の何がわかる。こいつはそれなりの旅をしてきたんだ。知ったことか。どうだウィリアム・ターナー、死ぬのは怖いだろう。お前は、なんとつまらない。ハートとは心ではなかったか。箱も我らの求めるものではなかったか。たまらないね。お前の生き死には俺が握ってる。まったく無ごいやつだな、ジャック・スパロー。無ごいかどうかは味方による。そうなのか。なんとかならないのか。ウィルは船の一員になった。ダッチマン号には船長がいる。エリザベス、もうお別れだ。いや、離れたくない。無事でよかった。艦隊はまだいる。エンデバーは右舷から接近中だ。今こそ古き良き海賊の伝統を守って逃げるべきじゃないか。俺は伝統を守ったことがない。突っ込むぞ。悪く思うな、ジャック。我が社の利益のためだ。撃て！
全ては利益のため。フライングダッチマン号には船長が必要だ。結婚したばかりだってのに二人は同じ世界にいられない。海に10年、陸で1日、とてつもない代償だ。ウィル、ご用意しました馬車を。花夫人、エリザベス、気をつけて。ジャック、ありがとう。たった一日なんて短すぎるよ。心を通わせるのに時間の長さは関係ないさ。ソーラ、お前が一番よく知ってることだろう。心をつなげて友達になるなんて簡単なことだ。そういうことだ。うん、時間は関係ないか。みんな待ってて。カニ、大量のカニ。オーザーカリビアン、なかなかなステージでしたね。お、ラダーオブフェイト、なんか強そうなのをゲットした。海賊の流儀、トロフィーをゲット。アクセル。あ、着替えたのか。髪も切ったんだな。うん、アクセルは着替えないの？そうだな、まだいいかな。でもずっとその格好でしょ。俺この格好のイメージ強いだろ。久々に見て違う格好してると俺だって気づかないと困るから。優しいんだね。あ、そういうんじゃないけどな。もうすぐ修行も終わりだね。ああ、私の中にはナミネがいるんだけど、ロクサスが戻れたらナミネも戻れるんだよね。そうなるな。もともとナミネは空の中にいた私から生まれた。今の私の中にいる状態で解決してるようにも思えたけど、きっとこうして見る風景、顔に感じる風、全部私とは違って感じるはずなんだよね。ナミネはナミネで、短くても彼女の時間を過ごした。そこでの感情や感触は彼女のものなんだ。私に戻すものじゃない。それはロクサスも同じ。今は何も解決してない。そうだな。昔ガキの頃、一度しか会ったことがない友達がいて、そいつなんだか不思議なやつでさ、それっきり見かけなくて、いつの間にか気にしなくなってて、で
ロクサスに会った時に内心少し驚いたんだ。見た目がそいつそっくりでさ。でもずっとロクサスには話さなかった。話すとそいつみたいにまたいなくなりそうでさ。そいつベントゥスって名前だった。今ソラたちが探してる守護者の一人だ。俺のこと覚えてくれてるかな。きっと記憶してるよそろそろ合流だからいろいろ心配になってな。もう一人で抱えなくていいんだよアクセル。ついに現れた。おい静かにしろ。おぞ、どうした？もう誰も犠牲にはできない。今さら何を言っている。お前の研究で多くの子供が犠牲になった。その懺悔の機会だ。私が隠したわけではない。あの子の失踪で研究の中止を決めたのだ。この後に及んでいいのがあれか。ロクサスとナミネを犠牲にしたお前がそんな慈悲深い人間だと信じられるはずがない。きっとどこかに隠しているはずだ。まずはこの屋敷にあるデータを見せてもらう。ロクサスとナミネ、私がまだ生かされている理由があるとするなら、その二人に償いをするためだ。ロクサスって言った。ああ、あの人助けよう。お前はあの被験者だった子を見つけてどうしようというのだ。きっとあの子の記憶に謎がある。我々光と闇の戦いに大きく関与する記憶が。お前は何かを知ってしまった。だから研究を中止させたんだ。それはお前の妄想だぜ。あの音、もうすぐわかる。すみません。なんだお前は。ここに友達が住んでたはずなんですが。誰も住んでいない。帰れ。でも。おい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 、入ってくるな。
こっちへ。キャリー、なかったハイネ。守ってくれたのか。ハイネ、早く逃げよう。元十三期か、裏切る気か。大体見当はつく。構わん、好きにしろ。多分な。この地下道なら僕たち以上に詳しい人はいないからね。君たちはロクサスの？おじさん、ロクサスを知ってるんだよな。うん、知っているとも。やっぱりあの屋敷を張ってればロクサスの手がかりにたどり着くって考えは間違ってなかったね。私たちとロクサスの唯一の手がかりだからね。ロクサスのこと教えてもらいたいんだけど。我が師よ、ご無事ですか。誰だ。お前はエベル。そうか、さっきのノーバディはお前か。こんな時も来るかと。人間としてではなく十三機関として生まれ変わりました。あなたの捜索にゼアノートが向かったと聞き、いよいよ私の計画を実行する時だと。私にも償いをさせてください。なんかいろいろ気になる展開だね。ミッキーがあの後無事だったのかどうかも気になるし、なんか最後の裏切り者的なやつも気になるしね。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回この続きプレイしていくので、よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。それじゃあ皆さん、さよなら、ありがとうございました。